ガイアジャイアント。これも出たね。おお、出たマスター。シークレット。はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。デュエルマスターズの DM 新2弾。マジでバッドなラブリンスです。はい、ということで次世代ワールドホビーフェアで買えなかったマジでバットのラビリンス、アマゾンで購入して予約届きました。イエーイ。こちらをですね、今回は開封していきたいなと思います。はい、実はもう一箱買ってるんですけれども、これはまた次回やりたいと思いますね。はいはい、ということでこんな感じでございますね。はい、今回は黄色のパッケージだね。うん、前回はジョーカーズの白いパッケージだったけど、光文明イメージなのかなって感じだね。はい、新たに2大マスター降臨ですね、今回はね。うん、オブシディアとバットブランド。はい、これを狙いたい。狙いたいですね。うん、それぞれ15パックずつ開封しましょう。で、いつも通りの開封対決しましょうね。うん、スーパーレアとマスター、はい、多く引いた方が勝ちっていう感じだよね。うんうん、となんと今回罰ゲーム、ケシン君が決めてくれましたけれども、ドン。大丈夫、本当にそれで大丈夫。うん、マグマ茶。マグマ茶でいいのね、本当にね。これ確かパパが一発で目が覚めるのかっていうので、そう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 、やったんだよね。割と辛いよ、そのお茶。大丈夫、耐えます。分かった。うん、はい、では最初は私ですね。はい、1パック目からいきましょう。1パック目、混沌の獅子デスゲレロだね。うん、なんとテキストなしですね、これね。はい、バニラカード。ああ、そうですか。コスト5のパワー5000。はい、そしてルナ・ダーク・イーグル・サイバームーン、コスト4のパワー4000。ほう、黙々放射ムネドン、コスト4のパワー4000。おっと、おベリーリア。そうだね、ホイールカード。ベジタバッタパンツァー、コスト3のパワー3000。うん、流走者カカンロク、コスト9のパワー1万4000ですね。おお、では僕の1パック目、爆裂オーフェルノ、コスト5でパワー3000。はい、お、怪獣ホタテ、コスト1のパワー2000。ネオクリーチャーだこれ。本当だ、コスト1で。おっと、奇跡タスリック。お、クリスタじゃないんだ。タスリック。コスト3のパワー3000。相手の呪文を唱えるコストを全て2多くなるだって。ひぇー、面白い。流走者ワフェールコスト6のパワー6000。おっ、来た、ワッシーマンタロウ、ネオクリーチャー、コスト3のパワー1000。2パック目、ドドンブブ、コスト3のパワー3000ですね。奇跡トーパズ、コスト2のパワー2000。ネオクリーチャーだこれ。おお、怪獣アーヤコーヤ、アーヤコーヤ、コスト3のパワー3000ですね。狂気37の子グルル、おコスト2のパワー1000。爆殺ハードラック、コスト9の、あ、呪文ですねこれね。スーパーシールドトリガー。では僕の2パック目、怪獣アホやコスト3のパワー2000。はい、アウトブレイク、コスト3のパワー3000。ネオクリーチャー。あ、来た、チョコットハウス。チョコットハウスだ。うん、コスト2のパワー3000。ジャンボラパダイス。うん、パラダイスじゃないんだ、ね、コスト2の呪文だね、シールドトリガーです。はい、おー、東大先生だ。やった、コスト4のパワー3000。はい、3パック目、爆裂オーフェルノ、ほう、コスト5のパワー3000。ムッシュメガネール、きたー、ジョーカーズ。でコスト4のパワー1000だね。うん、ガイアジャイアント、コスト6のパワー3000。おっと、おグレートグラスパー、これはスーパーレアです。おい、パワーパワー、早くもスーパーレア出ました。グランセクトのね、うん、シークレット。あ、そうだね、色違いだね。はい、はい、コスト8のパワー1万4000、ネオクリーチャーでした。ブルマンチュリス、コスト2のパワー2000です。ネオクリーチャーだこれは。はい、では僕の3パック目、乱撃の愚動者ル・ライバー、コスト6のパワー3000、シールドトリガーだね。うん、ロローコギ、コスト2のパワー2000、ネオクリーチャー。うん、今回ネオクリーチャー多いね。うん、トゲダモ戦車チューヘッド、ね、コスト5のパワー5000。はい、おっと、奇跡ミネーラ、またメタリカが来た。うん、コスト6のパワー6500、ネオクリーチャー。はい、世界をつなぐ柱の天罰、スーパーシールドトリガーだ。ただね、呪文ですね。4パック目、蓄積された魔力、コスト2の呪文ですね、シールドトリガー。はい、献身の守り再生、
コスト2は1500ですね。はい。ザ・チャーメンだって。あれ何これ、ラーメンじゃないんだ。コスト6のパワー6000、ダブルブレーカーだよこれ。やった。奇跡コントロ、コスト3のパワー1000でネオクリーチャーです、うん。空のいざない大喜利、コスト4のパワー2000。では僕の4バック目、レイキドナレオナルド、うん、コスト4のパワー5000。あ、これもバニラカード。はい、ゼンマイチュリス。コスト2のパワー4000だよこれ。おお、すごいな、うん。狂気64号ジョキル、うん、コスト2のパワー5000、ネオクリーチャー。おお、プロテストミスト、コスト5の呪文シールドトリガー。おお、ハイエイタスデパーチャー、うん、コスト3の呪文スーパーシールドトリガーですね、はい。5パック目、フォーマルハウト、コスト2のパワー2000ですね。バニラカード、そうだね。深淵の影シェイクディーグ、コスト4のパワー2000、シールドトリガーゴーストだって収録。わ、作望の支持者スキット、コスト3のパワー1000、ブロッカーだねこれ。お、奇跡コントロ、これさっき出たね、うん。空の上の大喜利、これもさっき出たね、はい。では僕の5パック目、アウトブレイク、コスト3のパワー3000、ネオクリーチャー。お、ルナ・ダーク・イーグル、コスト4のパワー4000だね。おお、スーパーレアだ。アイ・アム、あ、これスペシャルズだ。あー、よかったね。コスト9のパワー15000、ネオクリーチャーだ。おお、なんかかわいい。本当だ。狂気37号グルル、これさっき言ったね。はい、流送車カカン6、はい。6パック目、マシン兵ズゴーン、コスト2のパワー2000、まあ、これもバニラカード。はい、狂気52号パチン、パチンコスト4のパワー4000、ジャンボラパダイス、これさっき写真が出たやつだね、うん。狂気25号ギュリン、コスト3のパワー4000、ヘルヘイムグロンゴ、コスト7の呪文スーパーシールドトリガーです。はい、では僕の6パック目、爆裂オーフェーロ、コスト5のパワー3000、クリーチャーでシールドトリガーですね、はい。フォーマルハウト、コスト2のパワー2000、これもバニラカード。献身の守り再生、コスト2のパワー1500、セイバーって効果からね、メタリカ、自分のメタリカが破壊されるとき、このクリーチャーが代わりに破壊、このクリーチャーを代わりに破壊しても良いんだって。あ、お、マキャベリス・シュバルツ、スーパーレアだこれ。はい、2枚目きた。コスト6のパワー7000、ネオクリーチャーだね。はい、よかったね。うん、ゼノゼミツ、コスト7のパワー12000、はい、シールドトリガーです、うん。で、私の7パック目、フーマグレモリー、コスト4のパワー4000、クリーチャーでシールドトリガーですね、はい。タバタフリアコスト4のパワー4000、はい。サイバー WG ハルク、コスト7のパワー8000、ブロッカーです。前ダメダタンク、おコスト5のパワー14000、ネオクリーチャーです。シディアン B です。コスト2の呪文ですね。相手のマナゾーンにあるカードの枚数よりコストが大きい相手の進化でないクリーチャーを全て表向きにして、それぞれ新しいシールドとして持ち主のシールドゾーンに置くだろう。僕の7パック目、狂気52号パチン、これ出たね、さっきね、うん。怪人ホタテも出たね、うん。フルメタチュリス、コストさんのパワー3000、ネオクリーチャー。これ本当にチュリスなのかなアジサイサイ、コスト5のパワー5000、ネオクリーチャー、はい。ウェボスグレイブ、コスト5の呪文だね、はい。では私の8パック目、ロローコギ、コスト2のパワー2000、ネオクリーチャー。今回ネオクリーチャー本当多いね、うん。奇跡トーパズ、あ、これさっき出たよね、これもネオクリーチャー。フルメタチュリス、これもネオクリーチャー。ドロホーイキドニー、コスト3のパワー9000、クリーチャーでシールドトリガーでブロッカーですね、はい。高速の毒ジュリフィ、コスト5のパワー2000、シールドトリガーです、はい。では僕の8パック目、フーマグレモリー、これ出たねさっきね、はい。レイキドナレオナルド、これも出たね、うん。シリアン B です、これも出たね。スピークのコンセント、コスト5のパワー2000、シールドトリガーだね、はい。流送車バルハ、
またネオクリーチャーだ。そうだね、コスト6のパワー6000ですね、うん、9パック目、刃の御家人タチウォー、コスト3のパワー2000、雷撃の駆動者ル・ライバ、コスト6のパワー3000、シールドトリガーです。黙々放射ムネドン、これさっき出たか、うん、ロックスピークスピーカーヒートジョッキー、またベリーレア、ベリーレアだね。コスト4のパワー4000です。作望の支持者スキッド、パワーコスト3のパワー1000です、はい、では僕の9パック目、千枚チュリス、タバタフリア、コスト4のパワー4000、はい、奇跡タスリック、これさっき出たね。青いネズママンタレーザ、あーコスト7のパワー7000、ネオクリーチャーベリーレアでした、これは、はい、怪獣チャバンラ、コスト2のパワー1000で、またこれもネオクリーチャー、うん、10パック目、蓄積された魔力、コスト2の呪文シールドトリガーです。奇跡キーロックをコスト2で2500だね、パワーが、うん、はい、ドロホーイキドニー、これ出たんさっき、プロテストミスト、あら狂気63号呪徳、コスト3のネオクリーチャーでパワー6000です。では僕の10パック目、刃の御家人たち、ウォー、これさっき出たね、パッとパクンジョコストさんの呪文ですね、はい、シシュイディンパ、コスト1のクリーチャーでブロッカー、あ、パワー2000、あ、コスト1だよこれ、すごい、ベリリアだ、アークビエジェル、メタリカでスペシャルだね、わお、コスト7のパワー9500、ネオクリーチャーです、前ダメだタンク、これさっき出たね、うん、11パック目、怪獣アホやマシン兵ズゴーン、この先出たね、うん、混沌の獅子デス・ゲレロ、これさっき出たっけ、うん、怪獣アーヤ・コーヤ、この先出たね、うん、ダゴンシム、うん、コスト4のパワー3000、うん、では僕の11パック目、聖騎士メタル・プルート、コスト5のシールドトリガーでブロッカーですね、はい、パワー3500、アダム・ケインズ、コスト4のパワー2000、ブロッカーですね、はい、スチーム・ハイタタキハイタタキコスト1の呪文ですね、はい、聖主義ヘイロー、コスト4のパワー4000、一郎みたい、ブブンドタンク、コスト8のパワー1万3000ですね、トリプルブレーカーだこれ、お、12パック目、スーサイドギーロ、コスト3のシールドトリガーですね、呪文です、ドドンブブ、コスト3のパワー3000です、はい、ポポドードなんか絵が違う、これだけだ、コスト5のパワー5000、ネオクリーチャーだね、奇跡ミネーラ、これさっき言ったね、うん、ルクショップチェサイズ、コスト7の呪文ですね、スーパーシールドトリガーです、すごい、では僕の12パック目、ユーサイドギーロ、ザ・チャーメン、竜奏者バ・ウェール、コスト6のパワー6000ですね、ダブルブレーカー、はい、あ、これはナイスだ、これはナイス、これはスーパーシールドトリガーコスト2、そうだね、ヨーヨースピン、コスト5のパワー4000、バットアクションダイナマイト2だこれ、お、13パック目、奇跡トーパズ、これ出たね、うん、ガイアジャイアント、これも出たね、オブシディア出た、マスター、シークレット、あー、キランキランじゃこりゃ、嘘出ました、オブシディア出ちゃった、あー、コスト8のパワー13500、トリプルブレーカーです、やった、出ちゃった、狂気25号ギュリン、奇跡コントロ、コスト3のパワー1000、ネオクリーチャーですね、はい、では僕の13パック目、スチームハイタタキ、これ出ましたね、シシュイディンパ、これも出たね、テキサスストーム、おお、コスト5の呪文ですね、うん、このジョリージャゾニーが描かれてる、はい、聖主銀ヘイロー、これも出たね、うん、アルチュセール、コスト4のパワー1000、ネオクリーチャーですね、ブロッカーだ、うん、では私の14パック目、ハンマーチュリス、おー、きた、コスト4のパワー2000ですね、はい、バットアクションダイナマイト2です、蓄積された魔力、これ出たね、はい、深淵の影ジェイク・ディール、コスト4のパワー2000、シールドトリガーです、はい、飛躍衣ベッセル、コスト4のパワー2000、はい、第4新都市ウツボイド、コスト4のパワー4000、ネオクリーチャーですね、はい、では僕の14パック目、チョコットハウス、
アダム・ケインズ。コスト4のブロッカーパワー2000ですね。はい、奇跡キーロック。これ出たね。ブルマン・チュイス。コスト2のパワー2000、ネオ・クリーチャー。はい、竜走者、ボル・シレック。コスト6のパワー6000、ネオ・クリーチャーだね。はい、はい、では最後の15パック目。ムッシュ・メガネール。そう。スタリオン。コスト5のパワー5000。正義のきらめき、オーリリア。ベリーレアですね。はい、コスト4のパワー4500。ギアードエクストリーム。コスト4の呪文ですね、シールドトリガー。竜走者ジバル84号。コスト5のパワー4000、ネオクリーチャー。では僕の15パック目、聖騎士メタルプルート。これさっき出たね、うん、パッドパクジョ。これも出たね。キラードン。あ、ベリーレアだね。はい、スペシャルズ。そうだね、怖いやつだ。でコスト6のパワー7000、ダブルブレーカーですね。トゲ玉戦車チューヘッド。コスト5のパワー5000、はい、マジカルバキューム。はい、コスト5の呪文でした。以上でございます。あ、はい、ということでスーパーレア以上のカードは私は2枚でした。エイシン君は2枚、なんと同点でしたね。はい、で今回はマスターとかスーパーレアとか関係なく枚数でということだったので同点ですね。はい、じゃあ二人とも飲みますか。はい。まあ一口ずつ飲むかね。うん。じゃあまずはカードを細かく見てからその後飲みましょうかね。はい。はい、ではまずエイシン君が出たスーパーレアから見ていきましょう。はい。マキャベリ・シュバルツですね。うん、マフィー・ギャングでコスト6のパワー7000、ネオ・クリーチャーです。ダブルブレーカー。自分のネオ・クリーチャーを攻撃するとき、相手の手札を1枚見ないで選び捨てさせるですね。はい。このクリーチャーまたは自分の進化クリーチャーが破壊されるとき、代わりに自分の他のクリーチャーを1体破壊しても良いってやつですね。はい。はい、続いてアイアムですね。はい。ムートピアのスペシャルズ。コスト9のネオ・クリーチャー、パワー1万5000です。バトルゾーンに自分のムートピアが5体以上あれば、このクリーチャーをコストを支払わずに召喚しても良い。そうしたら自分の進化でないクリーチャーをすべて手札に戻すんだって。へ、うん、5体以上あればコスト支払わずに召喚していいんだ、うん、でネオ進化があってトリプルブレーカー。これがネオ進化クリーチャーならパワーをプラス1万しワールドブレーカーを与える。へえ、このカードめちゃくちゃ強い。そうなんだ、2万5000にパワーがなってワールドブレーカーなの。うん、キョエーで、ここから私が出たカードですね。うん、グレートグラスパーグランセクトです。コスト8のネオクリーチャー。パワー1万4000ですね。トリプルブレーカーで、このクリーチャーがバトルゾーンで続き、クリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置いても良い。は、自分のネオクリーチャーがアタックするとき、それよりパワーが小さいクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出しても良いということですね。はい。はい、はい、続いてオブシディアですね。はい。はい、コスト8のパワー13500。シークレットが出ました。金だね。うん。うん、まさに金キラ金にキラめくじだね。そうだね。すごいね。まあ、ちゃんとマスターの刻印もありますけれども。クリーチャーでトリプルブレーカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンにある相手のクリーチャーの数と同じ枚数、自分の山札の上からカードを表向きにしても良いんだって。すごっ。その中からコスト6以下のメタリカを全てタップ状態でバトルゾーンに出し、残りを好きな順序で山札の一番下に置く。マスターラビネスがある。そしてこのクリーチャーがアタックするとき、自分のシールドまたはクリーチャーの数が相手より多ければ、自分の手札すべてを表向きのままそれぞれ新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置いても良いんだって。すごい、さすがな、このマスターラビリンスがすごいね。うん、いや怖いんだけど、本当はこのオブシディアって目だからさ、怖いんだけどダイヤに目がついてる。ねえ、そんな感じだよね。うん、はい、でワンボックス開封してちょっと残念だったのが、スーパーレア以上が4枚しかなかった、うん、そしてマスターが1枚しかなかった。そう、これはちょっと残念だね。いや、これは大変だよ。オブシディア4枚集めるの超大変だよ。本当だ、バッドブランドも欲しいのに。ということでマグマちゃん行きましょう。はい、これ入れます。でどれくらい蒸らすんだっけ、1、2分ほど蒸らしてからお飲みくださいということなので、うん、しばらく待ちましょう。はい、はい、ではそろそろ2分経ちましたので取り出しましょう。はい、こんな感じだね。もう完全に普通のお茶なのよ。うん、で匂いも普通のお茶なの。うん、嗅いでみてくれる。うん、本当だ、普通のお茶だ。うん、はい、じゃあいただきますね。はい、一口ね。うん、これが辛いのよ、これが辛いのよ、これがびっくりだよ、本当にそう辛いの。え、
本当に飲むこれちゃん。うん、飲みたい。エジ君はね、熱いの苦手なんで氷を入れておきましょう。はい、どこで、ちょっと待つわ。はい、じゃあエイジン君飲んでみて。本当に飲むのね。うん、ちょっとだけでもいいか。本当大丈夫？うん、分かった。じゃあちょっとだけでいいから飲んでごらん。はい、ちょっと熱いかもしれないね。熱い？うわっ、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 辛い。辛いでしょ。なんでこんな普通のお茶っぽいのにこんな辛いの？辛いんだよ。びっくりだよね。うん、本当ね。面白いもん考えるね。はい、ということで今回はデュエルマスターズ DM 新2弾マジでバッターラビリンスでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、ポーン。